ウェストロンドンダービーはイングランドの西ロンドンに本拠地を置くサッカークラブ同士が対戦するローカルダービーのことである。特にブレントフォード FC、チェルシー FC、フラム FC、クイーンズパークレンジャーズ FC の間で行われる対戦を指す。各クラブが異なるカテゴリーに所属していることが多いためにウェストロンドンダービーは イングランドの他のダービーと比べると目立たない。チェルシーとフラムは1986年から2001年まで対戦機会がなく、チェルシーとブレントフォードは1950年から対戦機会がない。QPR とブレントフォードは1966年から2001年まで対戦機会がなく、 QPR とチェルシーは1996年から2008年まで対戦機会がなかった。このダービー中最も多く対戦しているのはチェルシーとフラムであり、これまでに70回以上対戦している。ウェストロンドンダービーとは対照的にアーセナル FC とトッテナムホットスパー FC の間で行われるノースロンドンダービーは170回以上行われており、 リバプール FC とエバートン FC の間で行われるマージーサイドダービーは200回以上も行われている2011から12シーズンは初めて西ロンドンの3クラブがプレミアリーグに揃って在籍した2003年にサッカーファンに対して行われた意識調査ではフラムと QPR のファンはチェルシーを最も重要なライバルとみなしておりフラムは QPR を QPR は、フラムを2番目のライバルとみなしている。さらに、フラムと QPR のファンは、ブレントフォードを3番目のライバルとみなしている。ブレントフォードのファンは、QPR を最も重要なライバルとみなしており、フラムを2番目のライバルに、ブライトンホーブ・アルビオン FC を3番目のライバルに位置づけている。チェルシーのファンは、西ロンドンのクラブを主要なライバルとみなしておらず、 その代わりに、アーセナルやトッテナム、マンチェスターユナイテッド FC をライバルに挙げている。ブレントフォード、チェルシー、フラム、QPR のうち少なくとも2クラブでプレーした選手、もしくは監督を務めた選手のリストである。西ロンドンの2クラブで監督を務めたマーク・ヒューズ。ありがとうございます。